はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、皆さんにご紹介したい特別な豆があるんですよ。はい、それがこちら、2種類のカズマックスブレンドでございます。こっちがまずアバウトアスコーヒーさんバージョンのカズマックスブレンドで、こっちがおカフェ京都さんバージョンのカズマックスブレンド、2種類作っております。はい、そして両方ともカズマックスのね、このイラスト入りです。おカフェさんの方はこうやってシールになっていて、しっかりパッケージに貼り付いてるタイプですね。パッケージ全体がカズマックス仕様になっております。そして、こちらアバウトアスコーヒーさんバージョンは、アバウトアスコーヒーさんのこのパッケージをメインに、このカズマックスのなんていうのかな、カードがついてきます。これ裏もあって、カズマックスのちょっとしたコメントとか、味覚チャートとか軽く書いてあります。これも、永久保存版ですね。両方とも素晴らしいクオリティになっております。もうね、これ形になるとやっぱ嬉しいっすね。あの、感無量ですまあずっとね、まあ、作りたくはあったんですよ。僕カズマックスずっとこのコーヒーワールドっていうチャンネルで、コーヒーの楽しさ、美味しさを、こう楽しいよ、美味しいよ、みんなもやってみないって感じで、こう楽しくね、動画で紹介してきましたけれども、やっぱりね、その中で一番やりたいこととしては、みんなにこうコーヒーを本当に入れてほしいんですよ。僕の美味しいって感じているこのコーヒーをみんなにも感じてほしいっていうことで、まあこれまでいろんなお店レビューだったりとか豆レビューだったりとかしてきましたけど、まあこれ究極系だよね。もうカズマックスが美味しいと思う、ブレンドを作りました。僕は決してコーヒーのプロではないですし、あの焙煎の技術があるわけでもないし、豆のこう流通ルートとかさ、まして販売ルートなんて持ってるわけじゃないんですよ。ということで、まあどういう形が、まあ僕カズマックス YouTuber として一番理想的なのかなっていろいろ考えた上で、あのね、やっぱり僕が信頼しているお店、僕が普段美味しいなって思って飲んでいるコーヒーを出してくれるお店とこう提携して、その店の美味しいカズマックスが信頼する豆を使ったカズマックス好みのコーヒーを出せたらいいんじゃないかなって思ったんですよ。そうすればもう確実にうまいからこれね、もういいのが出来上がったんですよ。一応、その過程を動画にまとめてあるんで、この後まあ流すんですけど、もしよかったら付き合ってください。いや、しかしいいの出来上がったわすごくね、苦労しました。で、もう本当に美味しい理想的なね、僕好みのが出来上がりましたよ。カズマックスとお店のこうコラボレーションというか、カズマックスプロデュースというか、カズマックスの好みを完全に反映させたというかね、要は基本がもうお店の豆だから、まあうまいはうまいんですよ。で、それをさらにカズマックス好みに引っ張ったから、もうこれは完全に動画で僕がいつも美味しい、うまいってニコニコでね語っているあのコーヒーなわけですね。はい、これを皆さんにこうご提供できる日がね、来たわけですよ。いやー、マジで嬉しいついにこの日が来たな。ただ一応今回は限定販売っていう形を取らせていただきたいと思っております。まあどんだけね、カズマックスの豆、まあ売れんだって話ですよね一体カズマックスブレンドにどこまでの需要があるんだろうかっていうのが、もう完全に僕としてもお店としても読めないので、一応まあテストとして、数量としては 100袋ご用意は確実にできるんで、それを販売したいと思っております。一応豆の在庫が続く限りはちょっとオーバーしても、注文が入れば、できるみたいなんですけど、とりあえずは限定100、カズマックスブレンドを売ります。で、今後これが第2弾、3弾が出るかは分からないし、もしかしたらこれ気になるってこともまあ、 あり得るので、まあ、もしね、よろしければこちら、カズマックスブレンド、僕が普段美味しい、これ飲んでって言ってる、この、僕好みの豆、よかったら、飲んでみてください。一応下に、リンクを貼ってあります。それぞれのオンラインショップの、リンクですね。で、実際に両方とも飲んでみましたけど、やっぱうまい。もう本当にうまい。で、豆結構膨らむし、味も両方ともまあしっかりしてるしね。万人に受けるコーヒーだと思います。ただ、やっぱりこれは僕がいつも言っている通り、豆のまま買って、ミルで引き立てを入れてほしいです。一番おすすめはペーパードリップ。ぜひぜひ。僕、カズマックス初のブレンドとなる、カズマックスブレンド。まあ、安直な名前ですがね。もしよかったら、飲んでみてください。たくさんの人に飲んでほしいです。
で、先にちょっとだけ豆の説明をさせていただくと、こちら。まず、おカフェの方は、僕がキーとなる、根幹となる豆を1個選んで、味覚でね。で、それを、どういう風に活かしていくかってことを、お店の人と相談して、こう、ブレンドを考えていく。で、サポートしてもらうっていう形で、作りました。だから、ブレンドとしての完成度とか、安定感はすごいと思います。もう飲みやすいです。そして、こちら。アバターズさん。こちらは基本的に僕が全て、ブレンドを1から組み上げております。たくさん豆がある中から僕好みのものをいくつか、選別して、その中からこうブレンドをいろいろ組み合わせて、試行錯誤して作りました。まあかなり手探り感はあったんですがねそれでもとてもいいものができたと思っております。まあ大体の特徴で言うと、しっかりめ甘めって感じかな。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールド、カズマックスブレンド2種類のご紹介でございました。まあ一旦ねこれで動画締めますけど、この後、長々と、カズマックスがこのブレンドを作っている苦節の数時間が30分ぐらいに多分ねまとまって、流れます。もしよかったらね、見てみてください。頑張っためっちゃ頑張ったよ。でもね楽しかった。うん、だからいいもんできた、満足です。はい、というわけでじゃあこれで動画終わりにします。じゃあその模様をどうぞ。はい、というわけで、今日はおカフェ京都さんに来ています。僕が京都に来てからずっと通っているおカフェ京都さん、今日は嵐山店に来ていて、ここで、これからブレンドを作って、作らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。本店の店長の岡田さんと、はい、店長じゃないですよ、社長だった。あ、社長、岡田さんが店長。岡田社長と、はい、嵐山店の店長の、純平さんです。はい、純平です。お願いします。よろしくお願いします。頑張るので、美味しいコーヒー作ろうね、はい、よろしくお願いします。はい、そもそもカッピングっていうものをほぼほぼ僕はやったことなくて、本当に飲む側としてできたものを飲ませてもらうってことが多いんで、ちょっとすごい初めての経験なんですけど、ちょっと教えていただきたいです。楽しいよ、カッピングは。お願いします。そうですね、カッピングっていうのは、まあ、コーヒーのキャラクターを知るためにやる、はい、まあ、テイスティングのことなんですね。テイスティングですね。はい、初めに粉の状態で香りを嗅いでいって、はい、どうこのコーヒーがどういう香りを持ってるんです、うん、で、お湯を入れた時にももう一回香りを嗅いでいって、4分後、まあ、ブレイクで混ぜるんです。でその時も香りを嗅いで、粉の状態と液体の状態でそれぞれ状態、香り、そう、いろんな状態で香りを取る、うん、そんなに難しくないから、はい、難しく考えない方が、めちゃめちゃ緊張してますからね。難しく考えない方がいい。はい、うん、じゃあ早速行きましょうか。はい、お願いします。はい、行きましょう。動かすんです。動かして揮発性、まあ香りって揮発性の成分で空気中に逃げていくんで、動かして空気中に逃がすときに僕らがキャッチする。回してキャッチする。回して嗅ぐ。匂い、匂い。うんうんうん。ガテマラの芸者はちょっと初めてです。初めて。結構明るい芸者。うんうん。美味しい。これで4分、はい、待ちます。4分、はい、あ、違う、これ過ぎたらすごい分かりやすい、はい、こうね、3回、はい、4回混ぜ、3回でしょ、3回混ぜる、3回混ぜる、もう下からスプーンで、うんうん、4分って結構長いですね。そう、うん、うん、全然雰囲気違う、うん、はい、あちちちち、じゃあいただきます。で、これがブレイク。ブレイク。ブレイク。全部いい香りです。これすごいなんか明るさが際立っているというほらなんかコロンバラ。はい。上に今残っているアクの部分を取っていきます。はい、これが、まあ、ずっと残っていると、はい、渋みとかえぐみの原因になるので、あ、まあ、お鍋でアク取るのと一緒ですよ。はいはいはい、すごい澄んだ液体になりました。そうですね。で、まだ暑いので、はい、14分後ぐらいの方がいいと思います。あ、わかりました。はい、はいはい、14分です。はい、量を吸って、まあ飲んでもらってもいいんですよ。で、まあたくさん飲むので駆け足してください。はい、吸って口の中で転がして出す。普通に飲んでいいんですか？普通に飲んでいいですよ。
まあ、僕らそのいっぱい飲むんで鼻圧吐き出すで、まあ、音を立てた方がまあそれっぽいんで、はい、なんか聞いたことありますまああとその音を立てることで、まあ、霧状に、はい、口の中にまあ広げてあげる。ああ香りだから香りも含めて、はい、でこれはガテマラの芸者なんですけど、はいまあ、特徴で言うとすごいフローラル、うんうんうん、いろんなその花の、まあ、ニュアンス香りとあとハーブっぽいハーブ、うん、ニュアンスがあってなんか僕普段あんまりこう飲む上でカッピングとかもしたことないんでこう味覚審査みたいなこ うまく言語化するみたいなことはあんまりしたことないんでやっぱりこういう豆の一つ一つを見るってなるとこういうの大事になってくるってことですよね。難しいですねでもハーブはちょっとわかる、はい、あ そんな感じでいいんですよ。みんなねキャラクターは取れるんやけど、はい、普段その考えてそれを発言することをしないからあなんか結びつかないっていうかなんていうかなんて言ったらいいんやろみたいな話です、はい、感じてはいるけど言葉にできない。そこを要はプロはめっちゃ練習してるってことですよね。全く同じ味はしないから全くオレンジみたいな、うん、オレンジをなんか印象オレンジを想像させるようなみたいな、うんうんうん、とか、まあ、そういうようなライクは何々、うんうん、他の飲んでないんで何とも言えないですけどなんか、ね、柔らかい感じ。確かにこういう仕事をしているとそういうフルーツと直面した時にまあ、覚えようとするそのフルーツの味を、うんうん、でそれをインプットするけど、まあ、こういう仕事しなかったらでグレープフルーツ出てきたらグレープフルーツ食べてるやん、うん、美味しいっつってスイカ出てきたらスイカ食べてるやん美味しいっつってスイカになったでもこういうことで、まあ、ソムリエさんもそうやけど表現しないといけないっていう立場になると、まあ、そのフルーツの食べ方がまた違った目線で食べる、はい、グレープフルーツ意外と最後新聞にあるちょっとフルーツした苦みあるこういうのを感じたことがあれば、まあ、それを感じたときに次で表現しよう。楽しむ側から楽しませる側にこうアウトプットする側になると、うん、そのためにいっぱいフルーツを食べようっていうことも知ってたけど、うん、コーヒー屋さんでもよく俺アポロチョコレート言うアポロチョコはよくエチオピアでよく買ってます。そうそうエチオピアのチョコなんかコーヒーの時のナチュラルの時は本当にアポロチョコレートなんかイチゴと、うん、イチゴのちょっとしたフレーバーとベリー系のイチゴのフレーバーとチョコレート感があるんですよ、うん、飲んでたらもうアポロチョコレートしか出てこない次にこれが、コロンビア、うん、コロンビアのサンタリタ、はい、この子はですね結構明るい印象なんですか、はい、香りがもうすでに明るかったですね、はいトロピカルフルーツ、まあ、トロピカルフルーツで大雑把なくくりなので、はいまあ、アセロラとかあ、はい、パッションフルーツ、パッションフルーツ結構酸が、はい、明確なんですね。明るくてもスパーンと柑橘とかではないってことですね。なんかコロンビアって柑橘のも結構なんかみたいな、うんうん、柑橘系のそういうシトリックな酸もあるんですけど、ね、それだけじゃないですか、うん、わかりますか。うん、すんごく明るい印象。確かに 南国っていうのは、うん、言われた中でのはまだ全部つながってるわけじゃないですけど、うん、コロンビア今南国風と、うん、ちょっとブドウっぽさも分かった気がしました、うんうん、ブラジルですね、はい、チョコレート感そうですね。チョコレート感あとはナッツ感、まあ、分かりやすいコーヒー分かりやすい一番そのコーヒー、うん、みんなが持ってるコーヒーっていうイメージに近いコーヒー感万人がコーヒーこれこそコーヒーだ、うん一番やっぱ流通されているので、ねうんうん、世界中で絶対口にしてるのと、うんうん、確かに一気に、うん、コーヒーらしいコーヒーって言ったらなんかあれですけど、うん、この2つはすごいなんかサードウェーブって感じが、うん、焙煎も浅いし、ねまあ、ブラジルもこれぐらいまでライトローストにすればそういうところも出てくるし、これがこれと同じ、そう豆で同じシングルオリジンの焙煎と違う、うん、そうそう焙煎が深くなる、はい、ちょっと赤ワインみたいなニュアンスが出てあと、まあ、カカオにカカオキャラクターが全部出てくるじゃあ誰はしっかりして、うん、いや自分の言葉で言ってみたいですねなんかちょっと悔しくなってきましたなんかこっちも違う種類の南国感どっちかというとこっちの方がなんか南国感僕はなんかちょっと強いような感じも、うん、多分最初に作るブレンドだしっていうのもあるけど、うん、あの僕も
今までこう普段酸味が際立ったものとか、うん、そう特徴的なものをこう毎日続けて飲むって感じではなくて、うん、なんかこうやっぱ普段飲みに適した毎日誰でもこうそこまでこう抵抗がなく飲めるような最初はマイルドなやつ、うん、自分でも欲しいし飲んでもらいたいしと思うので、うん、マイルド系がいい。そうですね、この焙煎度違いのこの2つ、この両方とも南国感がすごく好きです。うん、これちょっと入れてほしいです。この温度はサンタリタベースで、はい、サンタリタベースでみんなが喜ぶマイルドな、マイルドなカズマックスの冠付きコーヒーでミルクはやっぱりミルク合わせたんですか。ミルクと、要はカフェオレとかっていうことですか。でそういうこともなく、まあ、全体的にマイルドになります。そうですね、最初ペーパードリップでやっぱ一番万人が始めやすい、うん、飲みやすい、あまり好み好き嫌いがない、すっきりした仕上がりのやつでそのままストレートで飲んでもらいたいかなと。なるほど、聞きたいと思います。はい、お願いします。はい、難しいっすね。難しいっすね、スカッピング。でも面白い。まあまあ、こんなに違うとね、永遠にやってしまうのが分かる。そう、確かにブラジルとかバテマ入れてこうバランスとかも、ブラジルは結構しっかりめになります、ね、そうね、酸はあんまり味わいがね、綺麗になりやすい。綺麗になる、綺麗な味わいになりやすい。はい、というわけで、あれから1週間が経過いたしました。今度はこちら、おカフェ京都さんの本店の方に来ています。そして、こちら豆がね、出来上がっております。2つ作っていただきまして、ちょっと配合を変えて、どっちがいいかとちょっとこれから入れて味見をしたいと思います。というか、本当はありがとうございます。よろしくお願いします。できたね、カズマくん。ありがとうございます。かっこいいラベルで物になると本当感動しますね。そのものを見て手に取ると興奮する。はい、飲んでほしいですね、いろんな人にね。よし、じゃあ入れましょう。はい、なんか感動です。膨らみますね。よし、できました。よっしゃ、できました。ではいただきます。はい、こっちから。はい、こっちが一つ目ですね。一つ目、いただきます。はい、いただきます。おお、おいいね。うまい。これがカズマックスブレンド。両方ともしっかりある。うん、ブラジルのこのそうですね、ビアがまあまあ、ね、はい、同じぐらい入ってるからしっかりしてますね。カズマ君がそっちで飲んで美味しいって言ってたコロンビアの明るい部分と、ブラジルのドスっていう部分が両方とも入ってるけど、それほど焙煎が深すぎないかな。はい、しっかり重みは、ボディがあって、こう普段飲みしたいなって感じで、でもちょっと重くなりすぎる柔らかさ、うまい。余韻はすごいコロンビアのこう明るさがふわっと、まあ、どっちにするかですね。あ、ちなみにですね、どうぞどうぞすいません、あの嵐山の方ではご紹介できなかったんですけど、おカフェの本店の店長の後藤さんです
豊かでーす。じゃあ2つ目いただきます。うん、こっちの方が明るそう。そうですね、うん、飲みやすい。さて言ったらまあこっちの方が飲みやすいですかね、うん、ね、どっちかな。悩むでしょ。悩みますね。ブレンドって悩みますね。悩む、うん、ブレンドってそれがまた楽しさの、ね、うん、同じ生産国3種類だけを使っててもだいぶ表情もあるし、はい、複雑さも変わってくるしね。でもすごくやっぱ完成度がね、僕がこれキーとなる豆を選んでいただいて、うん、それをあの純平さんと岡田さんに相談しながら、うん、決めたのがこれっていうことなんですけど、どっちかな。多分どっちも苦手な人はいないと思うんですけど、うん、どっちも多分もっと薄く出してもいいし、うん、しっかり味してるしね。悩むな、ね、どうしよう。一番二番こっちで一番、はい、一番で、お、結構しっかりめの方で、うん、よいしょ、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。完成完成完成。ちょびさんも多分こっちがいいって言ったら、あ、本当ですか、うん、美味しいのが出来上がりました。ありがとうございます。本当に。よくできました。よくできました。花丸。よくできました。ありがとうございます。はい、というわけで、本日はアバウタースコーヒーさんに来ております。アバタスコーヒーさんは、僕の近所の伏見にできたばかりのお店で、プレオープンの時に僕が伺ってから、それ以降、サブチャンネルで豆も紹介したりですとか、利用させていただいているお店です。ありがとうございますありがとうございます本日はこちらの方で、ブレンドを作らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、まずは、僕がこの持ってきた自前のポットで、コーヒーを入れることになりました。まあ、今回カズマックさんのオリジナルブレンドを作るっていうのにあたって、僕もちょっとブレンドを作る上で初めてのアプローチなんですけど、カズマックさんがいつも美味しいと思ってるドリップの仕方で入れてもらったそのコーヒーのコクであったりとか喉帯っていうのを一度再現してもらって、それに近づく、その美味しい喉帯のブレンドに合うような選定をしたいな。僕が普段飲みしている好きな、そう、いつも自分で飲んでいるコーヒー、コーヒー、わかりました、の入れ方をちょっとやってもらおうかなって。いいですか、お願いします。コーの針を何がありますか。あ、僕はコーのが好きなんですけど、最近はハリオも使うことがかなり多いです。まあ、ハリオ、コーヒーを始めたのがハリオで、はい、あ、そうですね。その後に、コーに入ったんです。最近はハリオに戻り始めて、戻ってるんですか。馴染みがあるんで、はい、ジャワ、あ、ジャワ、はい、この間飲んですっごい美味しかったやつ、ジャワバンド、はい、すっごいなんかたくさん豆を用意していただきました。ありがとうございます。いい、最近だと80、そうですね、8とかが多いですね。前は結構91とか2とかで入れることも多かったんですけど、最近なんかちょっと温度低めで柔らかい方が好きなんで、うん、僕このくらいです。はい、
濃度計で測るのはちょっと初めてですあ、本当ですか。確かにちょっと数値ないと分かんないですもんね、人の好みというか。あ、なるほど。なるほど、カズマックさんが動画で飲んでる味が知れた。おいしいって。そう、嬉しい、また嬉しい。なかなかできない体験ですね、逆に。はい、この四角に収まってたら、はい、人が科学的に美味しいって思うコーヒーみたいな。人が科学的に美味しいコーヒー、多分このあたり、うん、ちょっとしっかり濃度はあるけど苦味は抑えてるっていうところが好きなのかな、僕の、はい、好きなコーヒー。濃度はあるけど苦味が、はい、ああああああ、確かに。えぐみを抑えるけど、はい、深いの、あのえぐみは抑えるけど、はい、濃くは飲み、濃くは飲みたいっていうか、その、はい、いっぱい粉は使って、はい、成分は抽出したいけど、はい、苦がえぐくはしたくないです。そうですね。あ、すごい、ちゃんと分析されてる。はい、このくらいのコーヒーだったらカズマックさんはいつも飲んでて美味しいって思って飲まれてるっていうことで、はい、これぐらいの濃度帯になるように、はい、逆にカッピングの濃度帯合わせたいなと思って。ああ、なるほど。カッピングって結構この濃度帯っていうのがちょっと薄めにして、はい、あの味にて、はい、その薄い中から結構その雑味とかないかなとか、はい、そういったところも探ったりするんですけど。あ、なるほど。でも現実カズマックスさんが多分そういうカッピングをそんなに経験したことがないと思うんで、はい、逆にこっちの濃度帯に合うようなカッピングに持っていけないかなと思って入れてもらおうと思って。カッピングってこう決まったものがあるわけではないですもんね。要はあの味を見たいから。そうなんです。今日は僕に合わせた。ちょっと時間がかかるかもしれないんですけど、はい、こんぐらいになるように調整したいと思います。はい。お願いします。っていう、もう本当のロースターさんとかだと逆にこういうカッピングしたら怒るんですけどね。あ、そうなんですか。え、大丈夫ですか、ドバイに出して。全然大丈夫。大丈夫ですか。じゃあ、なんていうんですか、豆、そのキューブレーダーとか豆を見るってなったら、はい、このカッピングは間違ってるんですけど、あ、ブレンドを作るってなって方向性決めるってなったら、なるほど。豆もよく見ると本当いろいろ違いますね。ね。粒の大きさも違いますし、やっぱシワのあれとか。はい、それではまずはルワンダ。いただきます。飲み比べですね。そうです、一旦一通り飲んでみて、はい、どれが気に入ったかとかあれば。たまにこうコーヒー飲むとびっくりするくらいアホみたいな感想を買うことってあるんですけど、はい、言葉にしてもいいですか。はい、大丈夫ですよ。一瞬柿の種が浮かびました。でもね、それってあながち間違ってないですよね。あ、間違ってないですか。はい、醤油を作る工程とコーヒー作る工程って結構似てるんで。ああ、醤油か、そっか、はい、おせんべいってことですね、はい、要は。あ、そっか。醤油もなんて柿の種だったんだ。あの大豆が持ってるアミノ酸とか糖分の分解と生成を時間をかけてやってる。コーヒーはそれを短時間で火を使ってやっちゃうって。なるほど。あながち間違ってない。すごい。勇気出して言ってよかった。ありますよね。悩みますね、これ。ウイスキーとか。そうですね、感じもします。スコッチとか、スモーキー。あ、そうですね、そうですね。好みのものとかもありました。ありました、はい、いくつか。その中からちょっと掛け合わせての、実際にもうカップの中でブレンドしちゃう。うん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 。こうするってことですね。それを1対1とか2対1とか、はい、1対1対1とか。うん、ルワンダは好きです。コロンビアは好きだけど、これは単体でこうちょっとアクセント欲しい時に飲みたいかなって感じ。なんかブレンドではない、ではない気がする。これも好きです。これも甘い。でもブレンドのコンセプトですよね。はい、ちょっとおカフェの話も出しちゃいますけど、あの昨日決めたのは普段飲みができて、うん、酸味を抑えられて、うん、そ
こまで強すぎない豆も入れつつ飲み応えもプラスしてっていうようなこうコーヒーらしいコーヒーでありつつちょっと柔らかいみたいなのを作ったつもりだなんですけど、はい、こっちはどうしようやっぱり普段飲みっていうのはあの欲しいんですよね。普段飲みイコール要はただ疲れないというかあとあんまり好き嫌い分かれないと思うのでなんとなく心の中じゃこうブラジルを入れた方がいいのかなってなんとなく思ってたんですけど あえて別にそんな入れずに柔らかめで揃えてもいいのかな、うん、一旦外しそしてスコッチ一応ピア並べたら僕はナチュラルの方が好きですね。結構でも甘みがある方が好きな感じですね。そうですね、ナチュラルの甘みが多いんで、はい、要はなんか違ったやつを使ってこうバランスを取るブレンドもあるし似通ったのを合わせて相乗効果みたいなそういうことになりますもんね。そうですね、足し算をしに行くのか掛け算をしに行くのかみたいな、なんかねどうしようかなめっちゃ悩むなえ、もうなかなかカズマックさんの動画で見れない目つぶしてるやばい柔らかいカズマックさんのイメージが眼差しが真剣でしたねじゃあこうします。おとりあえず好きなのを残しました。一旦ちょっと何も考えず混ぜてみます。1対1、好きなやつが全部合体しました。すごく柔らかくて飲みやすくてただすごくぼやけてる気がします。甘い柔らかいって感じ。聞いたことあるネタ型甘いまあでもあながち間違ってないですよね。 どれが一番主張しに来てるわけではないですよね。じゃあ、要はだからさっきの モルト、はい、ウイスキーがお酒っぽいわけだから強すぎると他が浮いちゃうのかなって気もして、うん、そいつは抑えめにしたい。そいつを抑えめにしてみたい。コスタリカのイエローハニーと、てかあんまり言いすぎるとブレンドバレますね。ちなみに、はい、一応今は全部焙煎焼き分けてそれぞれシングルオリジンで焼いたものを混ぜてるんで、はい、ブレンド的に言ったらアフターミックスっていう分類に入るんです。アフターミックス、生豆の状態で全てをブレンドしてから焼く、一気に焼くが、プレックスで、アフターミックスというのはもうそれぞれ個別に焼いて後で混ぜる。アフターミックスで、プレミックスは先に品種混ぜちゃうんで、はい、例えばこっちが持ってる個性をこっちが吸収して、はいはい、こっちが持ってる個性をこっちが吸収するっていうことも起こりうるんで、はい、ちょっと角が取れやすい。いい風に言えば丸いコーヒーになる、はい、悪い風に言うとボケる。ボケる、個性をちょっと打ち消しすぎにいく。アフターミックスはあれ、あとは焙煎度合い変えれる。極端に言ったら浅いと深い混ぜれる。あ、そうですよね。要は一つ一つの焙煎度を、そうか、いじれないんですもんね、プレミックスと。まあ、プレミックスとアフターミックス、別にいい悪いってわけでもないですよね。そうですね、要は、はい、それはもうどういうブレンドを作るか。あ、まあ、本当に今カズマックさんがこのカップの中で作ったものが気に入っていただいたんだったら、はいはい、もうアフターミックスのブレンドを作りに行きます。もうちょっとだけ丸くしたいなと思ったらもしかしたらプレミックスで、うんうんうん、丸さはもうなんかもう豆が全部丸いからいいような気がしますプレミックスのもう一つ欠点が、はい、例えばエチオピアって結構豆ちっちゃいんです。あ、はい、すごい小粒のちっちゃい豆に香りがギュッと詰まってるような、そうに、例えばもうここの中で言ったら明らかにパカマラ、はい、このでっかいですね。これ一緒にプレミックスしちゃうと多分焙煎度合い合わないです。ああ、そうです火の入り方が全然違いますもんね。あの、簡単に言うと、エチオピアがこれくらいだとしたらパカマラこれくらいですすごいです。2対3くらい。日本のお米とタイ米一緒に混ぜたそれは変わりますよね、うん、芯が残ったり。ああ、なんかさっきよりははっきりした。
やっぱブレンドって面白いですね。面白いですね。本当に無糖ってぐらい甘いです。てか本当に終わりが見えないこれ。あ、華やかになりましたね、さっきのやつ。ありましたね。で、明るいけどこの焙煎度合いの甘みであったり、うん、コーヒー感のコク強さありますね。そんなに酸味が際立ってるわけでもないですし、うん、普通に飲みやすいコーヒーだな。普通に普段飲みしたいなーって思ってました。多分あのうまいまずいじゃなくて、僕の好みとは。でもそこが一番。そうですね。そこが一番。カザマックスがうまいと思うブレンドですからこれ。はい。というわけで、ある程度決まりました。じゃあ実際にその今カザマックスがいいと思った比率で、はい、で、はい、ドリップしてもらっても、はい、よろしいですか。かしこまりました。カザマックスさんの入れ方で。かしこまりました。はい、変わりますね、やっぱり変わりますね。さっきの落ち着いてはいるけど、やっぱり酸はありましたよね。やっぱり甘みにフォーカスしたら、はい、さっきのやつの方が甘いのかもしれない。うん、こっちの丸い。あー丸い。あーこっちかな。前あの前者前者これでいきましょう。前者はい前者で、はいはい、お願いします。承知しました。はい、できましたね。できましたね。紛れもなく、はい、カズマックスさんが完全な好みが反映されてましたからね。はい、いやすごいすごい。楽しめました。楽しめましたね。楽しかったです、本当に。ありがとうございます。それが一番良かったですね。でもこの丸いけどほのかにコーヒーのいい酸味があるから、うん、スイーツにも合いそうですね。あ、そうですね。うんうん、レアのチーズケーキ、うん、合いそうですね。はい、というわけでアバータースコーヒーさんバージョンの、カズマックスブレンド決定いたしました。ありがとうございます。はい、楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。本当にいろいろ、ありがとうございます。教えていただいて、いい味わせていただいて、美味しいコーヒーができました。ね、楽しみです。売れるといいです。ね、一応100袋限定という形にしますかね。とりあえず、はい、あんまり注文が多いようだったら増やすこともできる。あ、できます。あ、できます、はい、できますできます。じゃ一応、まあ、ね、目安として、はい、と相談しました。わかりました。はい、なくなり次第終わると思います。はい、はいはい、というわけでじゃあ今日の、カズマックスのコーヒーワールド、カズマックスブレンドを作ってみましたという動画でございました。下に概要欄にリンク貼っておきます。もしよろしければ飲んでみてください。はい、というわけでじゃあまた次回お会いしましょう。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。人とやったのは初めてです。でやっていい、やっていい。でも僕ずっと立ってるって思って。いいんやな。ありがとうございました。ありがとうございます。なるべく一緒に出ていた方が。ケルトの時の性格なんで。ボロボソいんで一緒にいてください。はい。頑張ります。なかなかちょっと高いですね。これぐらい、だいぶ、だいぶ、だいぶ、高くなってきちゃう。ありがとうございます。
ちょっとこのまま頑張りますてか飲みまくってなくなってきましたね。そうですね、これがカッピングの決定です。だんだん減ってきて粉が。はい、というわけである程度決まりました。2対2対1 2対2対1、はい、比率言っちゃダメですよ。ああ。ピーピーあ、砕けすぎですいけないですよね、早すぎて。確かにもうちょっと余韻欲しいな。ま、待ち遠しさがうん、いい香りとか言ってる場合じゃない。終わった終わった。なんでコーヒー屋やろうと思ったんですか。僕はもともとコーヒーって、いや、